鍵がかかってる。警察が立ち入り禁止にしたのか。しゃあない、この部屋の捜索は警察に任せよう。あ、ラン姉ちゃん、ここにいたんだね。コナン君、リサお姉ちゃん大丈夫？どうかしたの？私たちさっきこの部屋に戻ってきたんだけど、そしたらそのワープロに。ワープロ？告白します。リサを殺すつもりで誤って玲子さんを殺してしまったのは私です。死んでお詫びするしかありません。どうか許してください。遺書よ、ユミさんの。警部さんもユミお姉ちゃんは自殺だろうって話してた。これを見たら多分最後の決め手だと思うよね、きっと。リサさん、リサさん、え、辛いでしょうけど気をしっかり持って。いいえ、私なら大丈夫です。それよりこれではっきりしたわ、玲子殺しの犯人はユミじゃない。リサお姉ちゃん、それって一体？彼女は私のことリサちゃんって呼ぶんです。呼び捨てにすることなんかありません。この遺書は誰かのでっち上げです。到底ユミの文章とは思えないわ。つまりユミも誰かに殺されたのよ、おそらく玲子殺しの真犯人。そう、でも決め手としては弱いし、警察の人は納得しないんじゃ。ユミのことを私が一番よく知ってます。あの子は犯人じゃないわ。そもそもユミに人様を殺めるような真似ができるはずないんですから。意固地になりかかってる、やばいな。これから警察の人にユミのことをお話しします。その上で彼女の潔白を証明します。話せば分かってくれるはずだわ、警察だって。そうでしょ、でなきゃユミがあんまり。リサさん、かわいそうだけどそれじゃダメだ。証拠がなけりゃ警察は納得しない。いや、そもそも本当にユミさんは犯人じゃないのか。実際に彼女が犯人という可能性だってある。何かあるはずだ、真実を見極めるための何かが。先お姉ちゃん大丈夫？あ、うん、平気。あれ、メガネ壊れたんじゃ。これ今レンズ入ってないの。かけてないとなんとなく不安なだけ。だけどほとんど何も見えてないのよ。廊下も一人じゃ歩けなくて。疲れちゃった。ちょっと休みたいの。あ、うん、ごめんなさい。それじゃあ僕はこれで。コナン君。何？警察の人にあのこと言わないでいてくれたので、
よう、まだなんか用かい？バレエのポストなんか俺は知らねえぞ。天窓ね、誰でも開閉できるしな。体育館のに限らず、校舎内の鍵はほとんど事務室に保管されてるな。じゃあ僕はこれで。コナン君、悪いけど一人にしてくれる？蘭姉ちゃん、どうしたの？今ね、警部さんとお父さんがリサさんから話を聞いてる最中なの。じゃあ、ユミさんのことだと思うわ。もうかれこれ1時間も。あ、お父さん。うわぁ、待たせたな。事件は解決したよ。解決って？玲子さんを殺したのはユミだ。リサさんを狙うつもりで間違って玲子さんを殺してしまったんだ。ちょっとお父さん。そして罪悪感に耐えかねて体育館に閉じこもって自殺した。これが事件の顛末だよ。そんな、リサさんはなんて言ってるの？彼女、ユミさんは犯人じゃないって。ああ、そう言っとったよ。しかし、状況が状況でな。まず、レイコさんが殺された時間にアリバイがないのはユミさん一人だけ。そして、密室でのユミさんの死体、他殺が不可能な以上、自殺と考えざるを得ん。動機もある。リサさんとの過去の確執だ。とどめはワープロに残された遺書。どんな警察でもユミさんが犯人だと断定せざるを得んだろう。これから食堂にみんなを集めて事件の顛末を話す。そしたら全員方面だ。やれやれ、やっと家に帰って眠れるわい。ラン、お前らも帰り支度しとけよ。そんな。
ああ、リサさん、あんたの食堂へ。リサさん、リサさん、ユミは犯人じゃない。まずい、意気消沈しちまってる。リサさん、お父さん、待って、ねえ、ちょっと。このままだと全員返されちまう。もし真犯人がその中にいたら。クソ、時間がない。考えろ、コナン。犯人は本当にユミさんなのか、真実は全て解き明かされたのか。まず手元の証拠を整理しよう。この中に真犯人への手がかりが隠されているはずだ。ユミさんの幼い頃の写真だ。この隣にリサさんが写ってたわけか。裏にも何も書いてねえか。ユミさんの幼い頃の写真だ。この隣に別に手がかりになりそうなものは写ってねえしな。なんかノリの跡が変だぞ。二重にノリがつけられてる。新しい跡と古い跡が。どういうことだ。つまり一度剥がれてもう一度貼り直されたってことか。一度貼り直したのは誰だ。それ以外の人物と考えるのが自然だな。つまりだ、二人以外の第三者がこの写真の存在を知っていたことを意味する。ん？そうか、そうだったのか。古い写真だから自然にアルバムから剥がれ落ちたのかもしれない。何にせよ、それをある人物が拾った。その人物は当然リサさんとユミさんの過去をこの写真から知っただろう。そしてユミさんがなぜ自分の過去をリサさんに隠しているのか疑問を持った。その後のことは調べが聞くことだ。ユミさんの家庭の事情、父親の自殺の原因、それに加えて玲子さんとリサさんの後ろ姿が酷似しているという事実、これらの符号が結びついた時、ユミさんを犯人に仕立てて玲子さんを殺害する計画が芽生えた。犯人の狙いはリサさんじゃない。最初から玲子さんだったんだ。犯人の狙いはリサさんじゃない最初から玲子さんだったんだ。こいつを撃ったワープロは特定できた。予想通り校内にあったな。こいつを撃ったワープロは特定。リサさんへの予告状が撃たれていたリボン、その後の奇妙な文字列も気になるな。リサさんへの予告状はいいとして、問題はその後の文字だな。何のことやらさっぱりわかんねえ。事件と関係あるのかないのか。
しかし誰が打ったか知らんけど、何の意味もなくこんなデタラメな文字を打つか。普通何か法則があるんじゃないかな、この文字の並びに。試しに並べ替えてみるか。Thank you.